南砺市教育委員会教育長の松本です。これから南砺市学校教育の現状と見通しについて説明します。私たちが住む南砺市は富山県の南西部に位置し、山林が全体の 80% を占めています。県内では面積は2番目に広いものの、人口はわずか4万6千人です。平成28年3月、第2次南砺市公共施設再編計画では、30年後の学校の編成方針として、8地域、すなわち合併前の4町4村に、9小学校、8中学校をそれぞれ維持するというものでした。南砺市が合併して20年、南砺市の人口はどんどん減り続けています。そして今後もさらに減っていくことが予想されています。これを受けて令和元年公共施設再編検討委員会では、すべての公共施設の半減が謳われ、学校についても2045年度までに4つの小学校と2つの中学校に減らしなさいという案が出発点として出されました。すべての地域に学校を残すと考えてきた市の方針に対して、学校を極端に減らしなさいという課題が出されました。面積も広すぎる南砺市、中町村の多様な文化も失われる可能性があります。どのように対応するのか、教育委員会に課された課題なわけであります。そこで教育委員会では、その両方を合理的に考える案として、30年後8地域すべての学校を義務教育学校にすれば、これは問題がないと、まず大きな仮説を考えたわけであります。義務教育学校、すなわち小学校1年から中学校3年生までが1年生から9年生までになる一つの学校になるわけであります。学校の面積を2分の1に減らし、教員数も維持できる。校区も変わりません。一つの基本方針としては、これがいいのではないかと考えたわけであります。このような考えに至った背景には、南砺市独自の学校配置の特色があります。一つは、60年前頃、すなわち各町村の時に、すでに福光町を除いて一小一中の形になっているということです。今高岡市や富山市で合併が行われています。どこも中学校区を変えずに、そこにある小学校を一つにするというような方向で行われているわけです。もう一つの特徴は、合併された20年前頃、どの小中学校も新築、改築のラッシュが起こりました。つまり、今使っている南砺市の小中学校の校舎は、まだまだ20年以上使えるものが大部分であるということです。先ほど述べた富山市や高岡市の小学校は相当古くなっていて、今新築しなければならないという状況になっています。ここの2つが南砺市ならではの特徴なわけです。しかし、この義務教育学校案に対して、小規模校ばっかりになる。これでは子どもたちの教育環境が悪化するのではないか。地域の存続のために子どもを犠牲にするのではないか。という意見も出されました。しかし、実際はそうではありません。さまざまな学術的な裏付けから、人格の形成を目指す、すなわち人間教育を行う上で、100人以下の学校規模、20人以下の学級規模が効果的であるという報告がいくつもなされています。すなわち小規模校の良さを生かせば、子どもたちにとっていい教育環境になるのです。決して地域のための策ではないんです。
このような教育委員会の説明を受け、第2期南砺市学校の在り方検討委員会では、次のような結論が出ました。1、統合の方法は、その地域の、その時の当事者、すなわち若い世代が決めるというものです。絶対に義務教育学校にすると言っているわけではありません。地域内での統合、すなわち義務教育学校にするという方法と、地域をまたぐ統合、すなわち、隣の学校と統合する、2つの方法があります。小学校は残すとしても、中学校についてはどちらにするか、その時の、当事者が決めるというものです。また、統合の仕方は、全学年が探究になる5年前に決めるというものであります。この在り方検討委員会の結論は、市全体を俯瞰的に見ていないのではないか、結論を先送りにしただけではないか、という意見もありましたが、決してそうではありません。統合にあたっては、増改築をしない現状の学校施設を用いる、それから全学年が単学級になったら必ず統合する。そしてどこかの学校が新築の必要性が出てきた場合には、市全体での統合を考える。など、歯止めがかかっており、将来多様な可能性に対して全て柔軟に対応できるという案になっています。この第2期学校の在り方検討委員会の結論については、後ほどまた詳しく説明していきます。統合に対する現状ですが、井の口地区、戸川地区、平上平地区はいずれもそれぞれの地区に小学校と中学校の機能を残す、すなわち義務教育学校を選択されました。この3地区は複式の学級が存在するところです。先生方の活用を工夫することで、複式の授業もほぼ解消できるという良さもあります。次に、これからの見通しですが、今年の10月4日より、福光地域学校統合検討委員会が開かれ、福光地区5つの学校の在り方について検討が始まりました。今年度中に、城原地区についても、検討委員会を開催します。令和10年には稲美地区で開催予定です。令和22年頃、福野地区でも開催が予定されます。令和22年頃になると、学校も相当古くなることもあり、全市において統合の可能性を探るという作業になっていくものと思われます。南砺市には地下鉄も大型ショッピングセンターもありません。しかし、どの校舎も新しくまだまだ使えます。小規模校の良さを生かして全ての教員が全ての子どもの名前がわかる、そんな環境を維持することができるのです。この現状のいい環境を生かして人間性あふれるあったかい子どもを育てよう、このように考え、教育行政をしていこうと考えております。そうは言うものの、子どもの数が減ることで、さまざまな問題点も出てきています。これらを教育委員会と各学校で改善していく、このことが大切になってきます。6年前、教育長に就任したとき、学校、保育園、幼稚園をすべて回りました。そしてどんな問題状況があるのか、良さは何なのか、改善の可能性はどこにあるのか、これを考えてみたわけであります。その結果、南砺市独自の教育財産、良さも見えてきました。オープンスペースがほぼ全ての学校にある南砺市。自警教育、すなわち自己啓発教育と言われるんですが、人間性の育成を重視した教育が南砺市では根付いているんです。そして山間部では、複式学級の教育がなされ、その方法も研究されてきています。そして何より、
確かに各学級の子どもの数は減っているんですが、教育を行う上ではいい環境になっているとも取れるわけであります。これらを生かし、残っているノウハウを全部に広げることで、さらにいい教育をしていこうと考えたわけであります。そこで小規模校のデメリットを解消し、持続可能なシステムを作るための改革の3本柱を立てました。1つは各学校が主体で行うチーム担任制、2つ目は各地域が主体で行う地域基盤の小中一貫教育、そして3つ目は市内一斉で行う部活動改革であります。その共通点は、戦後74年間の当たり前、そして均一、これを徹底的に見直そうというのがスローガンであります。まず1つ目のチーム担任制です。これは全国的に教員の大量退職、大量採用が問題になっている今、教員がチームになって複数学級の指導に当たるという方針を市が出しました。普通は一つの学級に一人の先生が対応するんですが、チームでやろうと考えたものです。そしてその方法は一律に市が決めるのではなく、各学校で主体的創造的に考えてほしいというものです。このチーム担任制を全国に先駆けて全ての小中学校で行うというのが南砺市の特徴であります。チーム担任制とはどのような制度なのでしょうか。小学校の場合、基本的に一人で全ての教科の指導を行うのが一般的だと思います。この方法では若い教員も経験豊富な教員も同じように一人で全ての指導を行うことになります。南砺市でも若い教員が増え、これまでの経験や技術をベテラン教員から若手に伝承することが喫緊の課題となっています。そこで1学年に1クラスの学校や複式学級を持つ学校では、学習指導要領に2学年まとめて目標を示してある教科、例えば生活科、音楽などの学習や朝の会、会議の会を低学年、中学年、高学年という単位で行うこととしました。また中学校の1学年に複数の学級がある場合の例ですが、小学校と同じように学年の担当者全員で学年の生徒全員の指導をする体制としました。学年主任も学級担任と一緒になってローテーションをしたりするので、これによって時差出勤も可能になります。チーム担任は学習指導だけでなく、生活・生徒指導にも活かせます。一人の子どもを複数の目で多面的・多角的に捉える、これによって見えてこなかったものが見えてきます。保護者対応も一緒にやります。生活ノートや連絡帳も複数の目で見ることで、見逃しがちだったことがなくなるわけです。このことは先生方の研修で OJT、 これにも活かせます。 OJT というのは単なる研修を先生方を集めてやるわけじゃなく、毎日の学習指導、生活指導の暮らしの中で先生方の研修を行うというものです。チーム担任は毎日毎日が OJT 研修になるわけであります。2番目は地域基盤の小中一貫教育です。これは夏休み冬休みの期間を学校ごとに決めるという例で示しました。一般的な夏休みは市内一律で7月25日から8月31日までの38日間です。市内で一律なわけです。でも南砺市はそこが違います。南砺市で一番短い夏休みはなんと椿学舎の23日間、
一番長い夏休みは福光中学校ほか4校の35日間です。このように違うのは各地域で学校と PTA と地域の人たちがそこに住む子どもたちにとって一番適した夏休み期間を決めているからであります。ここで南砺市で一番短い夏休み、なんと椿学舎がどうして23日間になったかについてお話しします。南砺椿学舎はなぜ夏休みが短いのでしょう。実は一般には毎日1限から6限の授業をしているのに、この学校では1限から5限までしかありません。6限目からすぐに部活動を始めているんです。つまり部活動をしても残業しない、そういった学校を目指しているわけです。先生も子どもも毎日家族と一緒に夕食を食べよう、豊かな日常を作ろうというのがこの目標であります。このため授業時数を確保するためには夏休みを短縮する必要が出てきたわけです。このことを実践するにあたっては当然子どもたちの意見も聞き、結果的にこれが実現したというふうに聞いております。現在では小中学校が連携しながら多様なカリキュラムを作っています。1番、事務量が多い4月と3月は5限とする。2番、学年揃って部活ができる、つまり5、6、7月は5限とする。3番、すべて5限にする。4番、スキーシーズンは5限とする。5番、長期休み前後は5限とする、などです。それらの工夫に伴って、夏休みや冬休みの期間もそれぞれ違っています。3つ目は、市教委主導の部活動改革であります。各学校の生徒数が年々減っているのに、保護者の要望もあり、部活動数がなかなか減らさない。生徒数に応じた適切な部活動数になっていない、このことが問題点として浮かび上がってきました。この問題は学校だけでは解決できないということで、市教委が対応することとしました。部活動改革を市教委が始めた後、国も動き出しました。しかし南砺市と文部科学省では目的も方法も全く違います。文部科学省が推進する部活動改革の目的は、教員の働き方改革です。教員を休めるために、土日、つまり休日の部活動を移行するというものです。しかし、南砺市が進める部活動改革は、教員の働き方改革が目的ではありません。子どもたちにとっていい環境を作ることです。市の財産である、今あるすべてのスポーツ、文化、芸術活動を残し、持続可能な障害教育の環境を作ることにあります。このため、平日も含めた部活動の地域移行を進めています。また、中学校だけでなく、小学校段階から多様なスポーツ、文化、芸術に触れる機会を充実したものにする。これが南砺市の特徴であります。改革の特徴を4つに整理しました。1つ目は地域移行です。南砺市では平日2回と休日1回の週3回を基本とします。監督・コーチ等は顧問ではなく地域指導者になってもらうのです。これまで7割を占める未経験者の顧問がいたのですが、それらは一切なくなります。直接的な指導は全て地域指導者、専門家がしてくれるわけであります。これは子どもにとってとてもいい環境だと考えます。支店には拠点校化です。各競技協会と連携し、部活動の拠点校化、拠点校というのはある学校にその地域クラブを置くというものです。もう一つは地域クラブ化。これは各学校ではなく、学校から離れ、その地域でクラブを図るというものであります。
これらをきちんと行うことで、望ましい部員数、そしてきちんとした指導集団の確保が可能になります。市が指定する地域クラブの種類です。拠点校型クラブ、すなわち学校部活動と連携したタイプとしては、今年度よりバドミントン、そしてソフトボールがなっています。令和8年度にはそこに書いてあるような多くの部活が拠点校型クラブになります。地域型クラブ、これは学校部活動がないタイプです。今年度から軟式野球、そしてサッカーが始まっています。令和8年度からはバスケットボールも始めます。どちらのクラブも市としては指導者謝金、会場使用料などを市が助成しています。地域型クラブのみが学校部活動と連携がないため、市がスタートアップ支援も行っています。視点3、小中一貫の指導体制です。これまではそれぞれの学校が自分の地域から指導者を一本釣りのような形でお願いしてきました。しかし、これではなかなか持続可能にはなりません。そこで、今回は、例えば体育協会、それぞれの教員協会や文化芸術団体に指導をお願いすることにしました。それも、小学校段階の指導者と中学校段階の指導者を一貫した形で一つのものとみなしてそれぞれの団体にお願いしたわけであります。こうすることで何としで一番いい指導者に出会える、そんな指導体制、小学校から中学校もスムーズにつながる指導体制、それらが確保できると考えたわけであります。このように小中一貫の指導体制を確立することで、入部の仕方、入部に向けての動きが大きく変わります。これまでは小学校段階は各団体で体験会を実施してきました。そして中学校に入学したとき、その学校で学校ごとの部活動紹介を行い、主に学校内の部活動から自分の部を選択していました。しかし、これからは違います。小学校段階からどの部を進めていこうか、これを検討することが可能になります。各団体が体験会を実施、学校でも PR ミーティングも実施しています。6年間にわたっていろんな種目の経験をすることで、何を中学校でやっていこうか、どんなことを深めていこうかということを体験を通しながら検討ができるのです。そして中学入学時には自分の学校だけではなく、地域型クラブ、拠点校型クラブから自分の進めたいことを選択できる、そんな環境になっていくわけであります。視点4、特任校制度です。特任校制度というのは、自分の校区にはない学校へ行くことを認めるという制度です。南砺市では基本的に自分の校区、自分の学校が決まっています。しかしながら、それぞれの学校が特色ある教育課程を編成していることから、その学校へ行きたいという生徒、児童にはそれを認めるというのがこの制度です。部活動もその特任校制度を使う一つの要因になると思います。特任校制度を使って他の校区の学校へ行く場合、公共交通による通学定期代、これらを全額市が負担するということになっています。最後に、部活動の地域移行の今後の流れであります。令和6年度から移行期が始まりました。そして令和8年には地域移行が完全に実施され、令和10年には、全て新しい制度での、対応となります。このように、南砺市では教育委員会と学校が地域や PTA と協力しながら、どんどん
教育改革を行っています。学校先生が主体的創造的にならなければ主体的創造的な子どもは育ちません。地域保護者学校が協力しみんなのアイデアでワクワクできる学校、今後もこれを作っていこうではありませんか。ご清聴ありがとうございました。